ピーキーとは、自動車などのエンジン、ハンドリング、タイヤ特性を表現する形容詞の一つで、指し示す対象によって、具体的な意味は異なるが、挙動が神経質であり、ある限定的な範囲では、非常に高い性能を発揮するが、その範囲以外の場合は操縦性が低いという点で、共通する。日本国内での言葉の解釈は別にして、本来の意味としては、自動車のハンドリングや、 挙動の特性を表現するものではなく、エンジン特性のみに限定して使われる言葉である。エンジン回転数がピーク付近の時に強いトルクを発生する、高回転型エンジンの特性のことを言うものである。低い回転数ではトルクが弱く、スタート時にエンストしやすい、走行中にハイギアにシフトミスをして、回転数が落ちると極端に加速しにくくなるなどの特性があり、 高い回転数を維持したままで適正なギアシフト、クラッチミートを求められるので、ピーキーなエンジンは素人には扱いにくいとされる。エンジンをピーキーと表現する場合、エンジン本来のトルクが発生する回転域が狭いことを指す。具体的には、高回転域では大きなトルクが発生し、低中回転域では細々としたトルクしか発生しないということである。反対に、 あらゆる回転域において安定した大きさのトルクが発生することをフラットという。2ストロークエンジンが基本的にピーキーであるのに対し、4ストロークエンジンはフラットな特性を有していることが多い。ステアリングの操打特性やタイヤのグリップ性能にもピーキーという表現を用いることがある。この場合、扱い方によっては一般の車に比べて高い性能を発揮するが、 その反面、不安定な挙動を示しやすいという意味である。転じて、機械などに対して、熟練したものが扱えば非常に高い性能を発揮するが、熟練していないものにとっては使いこなすのが難しいという意味で使われることもある。市街地などの通常の走行においては、低速中速での走行が多く、路面状況、交通状況は走行する場所により、様々であり、 また運転者の運転技能の熟練度にも個人差があるため一般的な市販の自動車は様々な状況で乗りやすく安定した性能を発揮することが求められる。つまりピーキーな走行性能は一般的な市販車としては好ましくない走行性能である。一方、スポーツ走行や自動車競技を目的とした一部のスポーツカーやオートバイ、 レーシングカーではピーキーな走行性能を有するものもあり、もともとモータースポーツ分野においてマシン性能を形容する表現だった。アニメ映画、アキラの劇中では、主人公の金田翔太郎が自分のバイクにまたがる友人の島哲夫に対し、ピーキーすぎて、お前には無理だよ、と言った。ピークに由来する言葉であり、エンジンの回転数と発生するトルクを、 折れ線グラフで表したところ、後方を描いたかのようなグラフになったために、ピーキーという表現が生まれたと言われている。ピーキーという英単語は存在するが、尖った山のような、針のようなという単なる形容詞であり、日本語で用いられている、上述のようなハンドリングなどの自動車の性能特性を表現する意味は持たない。ありがとうございます。